じゃあブダイのアラですね。頭を半分に割りましょう。で前クロダイの頭のね割り方、カブト割りっていうんですが、それの動画載せたんですが、ブダイも一緒で、ちょっと分かりづらいんですが、ここの真ん中ですね、ここに包丁を入れます。ブダイ硬いんだよな、これが。よいしょ、ちょうどね、ここが一番硬いんですよ、ここのとこ。まあここが割れればあとは簡単で、ちょっとこれエラ取ってないんで、エラ取っちゃうか、まあいいか。もう強引にバコって手で割っちゃいます。でこのブダイって特徴があるのはね、ここのね歯がここにあるんですけど、ちょっとグロいんで注意してくださいね。この中にもこういう歯がついてるんですよ、このエラの内側ですね。でこれであの物をすりつぶして食べるんですね。なんで硬いんですよ、ここが。こんな感じで、あとはちょっとグロくてごめんなさい、エラ取ってきます。今エラをきれいに掃除してきました。じゃあね、これをね油脂もにしてきます。その前にこの内側に入ってる歯ですね、こんなのが入ってます。こんな感じでね、すりつぶして食べるんですよね。これものすごい硬いです。ヒレも落としちゃいましょうか。こんな感じで叩くときはね、こっち側で叩いた方がいいですよ。こっちでやっちゃうと歯がこぼれちゃう。このままでいいかな。すごい顔。すごい顔だよ。本当だったらここバラしちゃってもいいんだけどね、カマ。バラそうか。じゃああんまり肉ついてないですよね。唇とここのところぐらいしか肉がないんで。でもまあ出汁が出るんでね。あとほっぺ肉があるか。よし、じゃあ油脂もにしましょう。せっかくなんでね、中骨もでかいんで。無理に叩かんでもこう手この原理で切れるんで、こんな感じで。で骨はね、こういうなんていうんですかね、骨の間に刺すと結構すぐ取れますよ。折れるっていうか切れるっていうか、わかりますかね、こういう骨のこういうとこですね、ここめがけてこうやればさっちょでも切れるんです。
かいな。いいか。じゃあまず昆布だしですね。これは羅臼昆布です。こんなもんかな。このぐらい。じゃあここに水。もう適当です。アラが浸かる程度と思っていただければ。これでとろ火にかけていきましょう。でとろ火にかけて下からプクプク泡が出てきたら昆布は取っちゃいます。じゃあ湯しもにしていきます。湯しもっていうのはこういう血合いとかね、汚れを熱湯かけて白くして取りやすくします。じゃあ熱湯をかけます。お、なんだ、かけるとね、だんだんこういうところが白くなってきますよね。で、この後流水で流しちゃいます。で、本当は流してやった方がいいんですけどね、こんなボウルに入れないで。で、こっち側、顔の方ですね、ここも熱湯をかけることでこの鱗が取りやすくなりますんでね、こんな感じでかけちゃいましょう。あんまりこうやってかけない方がいいんだけど、まあいいや。今回はちょっと動画用なんでこんなになってますが、あんまりこう水お湯下に溜めない方がいいです。だし出ちゃいます。こんな感じね。はい、今水で洗ってきました。こういう風にね、これもうちょっと取ってもいいですけど、まあ細かくやりたい方は歯ブラシかなんかでやった方がいいですね。ちょっと今回腹減ったんで雑になってます。まあこんな感じでこの辺ももうちょっと取っていいかな、まあいいや。もうちょっと綺麗にしてもいいです。ここはこういうとこもね、もうちょっと綺麗にしてもいいですね。で、歯ブラシ使った方が本当はやりやすいです。今回ちょっと雑にやってます。で、ここの鱗も綺麗に取れますんで、そしたら昆布だし、そろそろね、出来上がる頃だと思いますんで、昆布だしで炊いていきます。昆布はこのぐらいで取り出しましょう。鍋の底にこういう泡が出てきたものね、だいたいこれで70度ぐらいです。これ以上煮ちゃうとね、臭くなっちゃうんでね、昆布がね。それじゃあここに純米酒、目分量です。こんなもん。はい、そこに先ほどのアラ、入りきんねえかな、ギリギリ入ったことにしとこう。はい、これでこのままとろ火ですね。これで15分ぐらいかな。だんだん濁ってくるんですが、その濁りが透明になるまでね、このままとろ火で15分から20分ぐらいかかると思います。はい、ただいま5分ぐらい、こんな感じでね、白っぽくなってきます。で、だんだんアクが出てくるんで、アクが出たらこういうアクね、その都度取ってください。これが透明になるまでね、このまま炊いていきます。はい、結構透明感出てきましたね。じゃあここで味付けしていきます。味付けは塩と醤油ちょびっとですね。塩は好みのやつをお使いください。今回は岩塩を使います。で、ちょっとね、溶けるまで少し待って味見をしてください。ちょっと味見、あー、うまっ。なんかね、ちょっとカニっぽい出汁になるんですよ。すげーうまいです。じゃあここに醤油、カレースプーンでこんなもんでいいかな。醤油は味付けというよりもね、香り付けです。
量多いからもうちょっと。こんなもんです。さあこれで少しねよく混ぜて、また味見をしましょう。ああうまい。良いでしょう。はい、それでは盛り付けましょう。はい、器がなくてラーメン丼になりました。冷凍なんですけどね。まあこんな感じでいかがでしょうか。いただきます。汁がすげーうまいよな。てかなんかやっぱカニ汁っぽいだよね、うん、めっさうまいよね。めっさカニ汁っぽい。ああほんとうまい。ブダイって顔がねこんな変な顔してるけどすげーうまい出汁が出る。いいや。あーうまっ。あ、これでラーメンも美味しいかも。ラーメンスープ、ラーメンスープになるこれ。うん、めっさ濃い出汁出るよね。